皆さんこんにちは、 UD トークの青木です。今日はですね、ちょっと変わったレイアウトでお届けしておりますけども、Zoom と UD トークの活用方法をまた一つご紹介したいと思います。まあ、今までもですね、例えば、こうやって、Zoom の一ユーザーとしてですね、UD トークの画面を出す。まあ、これは僕たち字幕さんって言ってますけども、まあ、こうやってですね、この画面に字幕を出して、それで、Zoom から音声を取り込んで、まあ、こうやって音声認識の結果を出すという。これ非常にね、便利だし、わかりやすいんで、結構使ってる方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。もう一つは、Zoom のクローズドキャプションに、字幕を出す方法ですね。こちら、Zoom 自体がそういう機能を持ってますんで、まあ、UD トークに設定すれば、Zoom に字幕を出すことができると。はい。まあ、主にこの二つの方法をですね、紹介してきました。まあ、三つ目の方法がね、まあ、三つ目の方法っていうか、この字幕さんのちょっと延長線にあるんですけども、その方法をね、ご紹介したいなと思います。で、まずこの字幕さん、これ非常にわかりやすくていいんですけども、デメリットがいくつかあります。で、まずは、これ、一ユーザーの画面なんで、人数増えてくるとどんどん小さくなっていくんですよね。そうすると、もう文字が潰れちゃって見えないというのがあります。あとですね、画面共有とかしちゃうと、まあ、同様に小さくなってしまうので、また見づらくなってしまうと。まあ、スポットライトとかそういう機能もあるんですけども、ちょっとそれだとホストが忙しいなっていう風な感じになります。で、理想としては、この字幕さんのこの画面を、常に、まあ、同じ大きさ、まあ、ユーザーが好きな大きさで、画面内に配置しておけるといいですよね。で、それができる方法はね、ありました。Zoom の手話通訳機能を活用します。じゃあ、まずですね、Zoom で手話通訳機能を、オンにする設定をしていきたいと思います。これはですね、Zoom ミーティングを開く、ホストの方がやることになります。はい、こちら、まあ、Zoom のウェブでログインして、いろんなこう設定とかミーティング作ったりとかする画面ですね。こちら、設定のところで、まあ、ちょっとね、ここのブラウザのところで検索がいいですかね。手話って検索してもらえると、ここに手話通訳っていう設定があります。まずこれをオンにします。で、もうちょっとここでやってしまいたいのがですね、手話の言語を追加するところがあるんですよね。ここにですね、字幕またはというふうにプラスボタンで追加してください。はい。これがですね、Zoom ミーティングの方で選択するところの名前になります。なんでこう中途半端になってるかっていうと、Zoom の方でデフォルトで後ろに手話ってつけちゃうので、まあ、字幕または手話になるように、ここで字幕またはっていう風に設定をしておきます。はい。あとですね、このチェックを入れると、ミーティングを作るたびに、手話通訳機能がデフォルトでオンになっています。で、次は、ミーティングでですね、この手話通訳の機能を有効にする必要があります。既存のミーティングで使いたい場合は、設定で、手動でオンにする必要があります。ミーティングの編集画面を開くと、下の方にですね、通訳っていう項目ができていると思います。で、ここで、手話通訳ビデオチャンネルを選択してくださいですね。これをチェック入れます。はい。そうすると、ここにですね、出てきます。はい。まあ、これは、特に選択しなくても大丈夫です。これで、保存を押します。それで、手話通訳を有効にして、ミーティングを開始すると、この下のところに、通訳ってボタンが出てきます。で、これ通訳ってボタンを押すと、手話通訳者の選択ができます。あ、今これホストで起動してます。なので、これはホストの方がやってください。ここでですね、まあ、字幕さん、この字幕をカメラで使っているユーザーを選択します。字幕さんを選びますと。で、手話ですね、ここで選びます。ここに、さっき、理由もわからず作った字幕またはっていうのが出てきます。つまり、こう字幕または手話ってなってるんで、まあ、当たり障りない感じですよね。はい、これで、開始をします。はい。そうするとですね。こんな感じで、サブウィンドウで出てくるようになりました。ちょっとね、メインカメラの方も映ってるんで、ややこしいんで、こっちはスピーカービューに切り替えましょう。はい。こんな感じで、こっちのユーザーのカメラ、まあ、つまり手話通訳に割り当てたので、このカメラが
常にこうやってポップアップウィンドウで出てくるようになっています。まあ、つまり、本来手話通訳の方が映るものになるので、こうして手話通訳を映して、使う方法で、やるんですけど、これを UD トークの画面にして、こうして UD トークをオンにすると、常にポップアップウィンドウで見えてるというふうな使い方ができます。これ画面共有とかしてもですね、ずっと同じ大きさで見えているので、非常にわかりやすいし、もちろん、編集とかをね、誰かがしていただければ、この画面内にある間は、どんどん反映されていきます。Zoom のクローズドキャプションの機能はですね、編集結果が反映されないので、ちょっとね、不便だったんですけども、こちらだとね、編集結果も反映されて見ることができます。過去のものを遡って見ることは、これでもできないんですけども、だいぶ見やすくなったんじゃないかなと思います。これは、何度も言いますが、ホストの方で設定をしておいて、ミーティングへの参加者が通訳ボタンを押して、この画面を見るというふうな使い方をします。実際、Zoom のホストをね、やられてる方は、こうやってパソコン2台あれば試せるので、ぜひね、ちょっとやってみていただけるといいかなと思います。はい、というわけで、今日はですね、Zoom で、UD トークをね、ちょっと便利に使う方法をね、さらに紹介してみました。自分でもね、これ使ってみたいなと思います。はい。それでは、今回はこの辺で、よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さようなら。